はい、おはようございます、競馬部です。もう今日ですね、これちょっと夜中に撮ってるんですけど、1月6日土曜日、中山銀杯ちょっと買い目の方も言っていこうかなと思ってます。天気もね、ちょっとなんか曇りっぽいんですよね、向こうの方は、中山の方は。まあまあそういうこともあったんですけど、まあ枠順も昨日決定しまして、ちょっと買い目の方言うていきます。ちょうどね、いい枠書いてくれたこの1番ウィンブライト、ウィンブライトですね、まずはこれを買います。まあ再三言ってた前回の動画見てもらえれば分かると思うんですけど、ウィンブライト、まあまあまあ成績も悪いこともないですし、やっぱ前走のこの福島記念の、競馬を見てて分かったように、まあまあこのね、この 2走前3走前とちょっとね良くない成績だったんですけど、まあまあここ最近また調子戻ってきてるんじゃないかなということもあって、ちょっとまあまあ4歳ながら、まあ、実力を発揮してくれるかなと。で、目方も56なんで、まあまあまあ大丈夫なんじゃないかなと。で、一応ね、中山コースも、ありますし、右回りに対しても強い成績が出てるんで、まあまあ変えるかなと。で、まずは1頭ウィンブライト、で、もう1頭は2番のレアリスタ、55キロなんで、これはかなり美味しいですね。で、中山なんでやっぱりね、ステイゴールド3区は外せないかなということもあって、で、中山実績自体は着順はダメなんですけど、しかもなおかつこのまま右回りもちょっと良くないと、それだけなんですよね。で、左回りに強いんですけど、まああまり実績はこの馬に関しては交際所関係なく買おうかなと思ってたんで、まあこのキャピタルステークスの府中もこう成績も良かったんでね、まあまあ今回覆してくれるんじゃないかなと思って、僕はこれは買おうかなと思っています。で、もう一頭がやっぱりちょっと悩んでて、前回も悩んでるって言ってたんですけど、やっぱりセダブリランです。やっぱこれも買います。やっぱあの辺のスワブリチャードとかと、ね、見てたら、やっぱ寸法を測れば、やっぱこの馬でもいい競馬できると思ってるんで、セダブリランデスも買います。ディープサンク、実績も十分ですね。これ中山も走ったことはないんですけど、右回りも実績抜群なんで買います。結構ね、このマイネルミラノも内枠入ったら買おうかなと思ってたんですけど、ちょっと今回は外そうかなと思ってます。ダイワ客にもね、怖いですよね、一番怖いも怖いんですけど、まあちょっとね、一番買えんことないんですけど、ちょっと今回は外させてもらおうかなと思ってますということなんで、僕の買い目としては1番のウィンブライトで、2番のレアリスタで、6番のセダブリランです。この3頭ですね、1番、2番、6番。で、3頭ボックスで今年もワイドで一発目いきます。1番ウィンブライト、2番レアリスタ、6番セダブリランですのワイドボックス、各1500円ずついきます。そしてあとまあ3頭であと5500円、ちょっとねこの副賞でレアリスタいきますよ。レアリスタ、副賞で狙います。5500円副賞いきます。来てくれたら美味しいですけどね。まあまあどんだけ副賞がつくんかちょっと分かんないですけど、5500円、ちょっと勝負行ってみたいと思いますんで、来たら美味しいですけどね。
来んかったらもう半泣きになりますということなんで、中山金杯その3頭でいきます。ちなみに今現在オッズ分かるのかな、これ出てますね。レアリスタ副賞めちゃつきます。 4.6 から 9.6、 5500円でかいですね。最低でも今の段階で大方2万2、3千ということですかね。かなりセダブリなんですもん、人気してますね。 2.8 倍と、やっぱウィンブライトも人気してますね。派手なも怖いですけどね。まあまあ大外なんでいらないでしょう。2番人気ですね、ウィンブライト。レアリスタ人気ないんでちょうどいいです。もうワイドもなんぼつくやろ、結構つくんちゃうんですかね。1、2でも 15.7 か 17.15.7 かで、1番、6番は安いんですかね。 2.7 か 3.0 安いですね。で、2番とあと6番か26、まあまあつきますよ。 12.9 か 14.5 っていうことなんで、まあまあレアリストが来ないと意味がないというレースになりますね、僕の場合は。ということなんで、中山金杯頑張りますんで、チャンネル登録よろしくな。